陰キャ、あの連中登ろうぜ。いや雨の日だよ、危ないよ。はぁ、ビビッと、やったら陰キャなんじゃ。俺登るわ。うぃー、登りたー。あ、もう危ないって。おい、お前も登ってみろ。いや俺はいいよ。おい、さっこ登りっちゃ。登ったらいじめやめちゃうけん。おお、すごいやねえか。すごい、登れてるよ。やった。ここは、私は雷様です。え、僕死んだんですか。そう、死にました。でも私に選ばれたのです。え、どういうこと。私があなたに雷パワーを授けましょう。そしたらまずは生き返ることができ、さらに時間が経つにつれて雷を操れるようになるのです。マジか、お願いします。これで雷パワーが入ったんですか。あ、いや今のは慣れただけ。とにかく今後1週間でめちゃくちゃ雷がお前に落とす。せっ、なんでそげなことする。そうすることで雷パワーが充電されるんだ。そうか、充電されるまでいっぱい打たれて痛いと思うけど耐えるように。じゃあまた会おう。おお、生き返った。今のは何だったんだ、夢か。よっしゃ、生き返ったな。これでまたいじめるぜ。クソ、いつもいつもいじめやがって。あ、なんか文句あんのか。雷パワーが手に入れば仕返しできるのか。いや、そんなね、どうせんなもんね、夢やろ夢。ぼっちの冒険。めっちゃングリオールだ。うわぁ、傘忘れたって。雨やけん気をつけて帰ってね。はい。おつかえ、雷直撃じゃん。大丈夫。ああ、全然大丈夫よ。はい、一回くらい。あいや、さすがに二回直撃は死ぬな。いった。ねえ。なんで来たか。じゃあ帰るで、バイバイ。ダメよ、今すぐ病院行かな。今日新しいポケクの発売だけ帰らな。いや、雷に打たれたとき。今すぐ病院行くよ。やだ、やだ。わがまま言わん。どうよ、電気流す。いや、俺の意思はないし。みんな、約束がき。サイバーボッツ、せっかく雷生き延びたのに死にそう。あら、大変。まあ、やっぱり病院行かんの。かわいい。終わるぞやけど。よし、歩いていくよ。いや、ついに車。もう疲れる。よし、とりあえず1名は取り留めました。治療費は1万です。あ、高いな。5000円。いや、9500円。いや、6000円。かわいい。おい、人の治療費に大きさすんだよ。あけ、どうしよっかな。ちょ、先生早く払って、ポケが間に合わん。お前治療費払わんならもう一回こいつ殺すぞ。じゃあ見てるみんながいいね押してくれたら払います。あわー、どうしよっかな。1枚あればな、長すぎさ。いいんか、このガキ殺すぞ。じゃあ、おい、エンジの命を食べたら1万ぐらいすぐ払えや。わかりました、払います。ちょ、来たおれ、来たおれ。うわー、もう時間かけすぎやって。よく会見だったわ。ぼっちの冒険。わー、今日も雨か。てか昨日バリ雷打たれた。もしかしてあの時見たのって夢や。おい、陰キャ、お前何ブツブツ言ってんだよ。いや、なんでも。今日もまたいじめてやるぜ。うわー、おいー、話してんの。いじめるんじゃないよ。お前の実家食べログに登録してやったぜ。独特すぎやろ。いや、いじめ方独特すぎやろ。もうガチでしかしたいこいつ。おい、陰キャ、一緒に帰るぞ。はぁ、もういいや。ちゃう、逆らったらまた殴られるし。はい、じゃあ皆さんさようなら。やべ、傘忘れた。傘さしてなかったら雷打たれる。あー、おれ、なんで傘さしたら俺が雷打たれる。おい、濡れたくないけん俺様に傘よこせ。おい、文句あるんけ。わかった、じゃあこの雨なに。よし、使えるな、こいつ。待てよ、さっき傘さしてる俺が雷を打たれたってことは、次はお前が打たれるちくらいな。あー、おれ、なんでまた俺ら。お前、雷に疲れたわな。早く帰ろうぜ。ポケカくじいかがですか。このくじやろうや。おお、ポケカや。一等は伝説の雷ポケモンです。雷、それなら俺が当たるんじゃ。おじさん、一回ください。はい、どうぞ。あいつは雷に疲れてないけんな。やったー、一等や。かおれ、なんでこの時でこいつが一等当たる。僕はやらないの。いやー、もう一等出たでしょ。いやー、まあ引くだけ引いたら。じゃあ一回お願いします。はい、どうぞ。なんかキラキラした雷ポケモンや。それは伝説の世界に一枚しかないポケモンカード、一等よりすごいよ。マジか、やっぱ雷に疲れとるんや。何としたら言ってくれますか。じゃあいいねの数かけは1円でいいよ。それじゃあ安くて面白くないよ。ちょっといいねどんどん教えてくれ。もつくん見せて。いいよ。うぃー、ガキ、お前世界一枚しかないカード何してんだ。だって陰キャが調子乗っててうざいやもん。気がスタミナで殺してやろ俺が。やばい、死ぬ。あー、倒れ。なんで俺にばっかり当たる。ぼっちの冒険。どんまいやな、お前。お前が危なかったら全部いい方向行っとったのに。さあ、まあ、マジいじめるの楽しいわ。なんでさ、なんでいつもいじめられる。いじめられる側だ。辛い。
お前やられる側の気持ち分かってないやろ。うーん、ダメだ。お前は真面目な話しといて映らん。よしよしよし、やられる側な。うーん、ダメだ。おい、ちょ、来いお前。まあ、はい、なんすか。あ、雷様です。こちら。おい、何よ昨日から。やから、雷打つよって忠告はしてましたから。にしてもタイミングもあるだろう。いや、まあでもね、あの雷パワーゲットするためやけん、もう少し我慢してくださいよ。あれ、てか昨日の夢はなかったのか。そうですよ、夢はないです。なんで俺を選んでくれた。いじめられててかわいそうだったの。もじゃもじゃで、なんか仲間ながら。テンパーテンパやから。テンパーセント。いやいや、テンパー10%。天然パーマ、天パー。おんま。あ、ごめんごめん、いじめたくなくしてるよお前。いやでも今のでちょうど雷パワー充電できたはずだ。好きなタイミングで今度はお前が雷を落とせるようになった。マジか。でもな、復讐の時が来たようやな。おい待て、もっと落ち着け。あ、今さら遅いんだよ。おいごめんじゃ、もう雷とかだったら俺の場合死ぬって。ああ、死ねばいい。俺をいじめた罰だ。ごめんじゃ、許してごめん。許されよ。行くぞ、雷発射。これぞ、自分に当たったよ。あれ、初めてけ、ちょっとうまくいかなかったかな。よし、次は最大出力で行くぞ。やばいって、ごめんって。許され、最大出力。ごめん、許して。行くぞ、発射。ダメ。おかしいやろ、何で俺当たる。いや、雷好きなタイミングで出せると言ったけど、好きな場所で出せるとは言ってないやか。ダメ、もう殺すお前。もう一回雷こいつに発射。おっと、これは復讐される心配なくなったってことやな。おい待て、言う。さっきの店で拾ったスタンガンでもっといじめちゃおっかな。おい待てって。さっき俺に当てようとしてきた罰や。いいんじゃないよ。待ってくれ。うわかゆ。あー、かゆ。それでやろ。あ、もうこいつ雷受けすぎて、あのスタンガンごときじゃもうかゆみしか感じてない。いや、そんなはず。うわあ、チクチク、あー、かゆ。え、これが弱いんかな。うわー、ここは。おー、ようやく起きたか、ユウ。おー、奇跡や。え、何その格好。何って普通だろ。え、全然普通の服や。え、なんかみんな老けた。いや、老けたってそれはまあ30年も経っとるけんな。30年。いや、俺あれだけでそんなに気絶しちゃった。いや、もう金かと思っとったよ。いや、30年ぐらい気絶するスタンガンかゆいで済ませるもう強すぎる。スタンガン、何の話。いや、俺が気絶する原因だったスタンガン。いや、お前が気絶したのはあの日電柱から落ちて頭打ったけ。登りたー。あっ、そこ。え、そこから全部夢やったんや。まあそりゃそっか、人が雷に打たれるなんてそもそも夢みたいな話やもんな。ああ、そうそうだね。人が雷に打たれる確率ってもうそのめちゃくちゃ少ないけんね。あ、そうそう。おっ、いい決定。ハハ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